はい、Bレジェンド鍵谷です。先日はですね、この Bレジェンドプロテインのこのそんなバナナ風味とね、そしてあのカゼン&ホエイのいちごミルク風味をミックスして飲んでみるとすごく美味しいと、フルーツジュースみたいな味になるということをお伝えしたんですけれども、まあ調子に乗ってですね、今回はまた新たなフレーバーにチャレンジしたいと思います。新たなフレーバーは何かというと、もう大体お察しの通り、まずは、Bレジェンドベリベリベリー風味とですね、そして先ほどご紹介したBレジェンドそんなバナナ風味と、そしてここにもう一つBレジェンド南国パイン風味ね、この3つのフルーツを混ぜ合わせることで間違いなくうまいフルーツジュース、フルーツジュースというかね、トロピカルミックスと命名しました。 B レジェンドトロピカルミックス、これができると思います。ということで早速飲んでみたいと、作ってみたいと思います。まずね、マッチョ29シェーカーにですね、 B レジェンドシェーカーに 200cc の水を入れてあります。でこの4杯ですから1対1対1だと、あとどれかね1つ多めに入れないといけないんですけれども、まずベリベリベリーがちょっと酸っぱい感じでしょ。そして、南国パインも酸っぱい感じで、それに対してそんなバナナは甘い感じなので、酸っぱいが2つだから、ベリベリベリーを1杯ね、そしてそんなバナナは2杯入れようと思います。そんなバナナを2杯、ね、そして最後にこの南国パインを1杯入れます。そしていつものローリングシェイクからの普通シェイクをしてですね、飲んでみたいと思います。どんな味になるのか楽しみでございますね。こういうね、Bレジェンドはこう味同士結構ね混ぜても美味しいので、そういう楽しみもあると思います。そしてこれまあ泡が少しね泡立ってますけれども、まあ大体これぐらいですね。まあもうほぼないですね。はい、まあ泡わかんないですね。でもはい、ではいただいてみたいと思います。ではいただきます。いただきマッチョ。うまい。何味かは分からないけど、とにかく美味しい。はい、何これ。でもやっぱりね、バナナが2杯入れた分、バナナが味が一番濃いかもしれない。でベリーの味もする。パインの味はよく分かんない。パインの味はよく分かんないけど、とにかく美味しい。あのね、酸っぱさがちょうどまろやかになってごくごく飲める。あ、これこそフルーツ牛乳の味かもしれ、あ、フルーツ牛乳かの味かもしれない。フルーツミックスとかフルーツパンツとか思ったけど、そうじゃなくて、あ、そうか、さっき僕トロピカルミックスって言ったよね。うん、トロピカルミックスかもしれない。美味しい。うん、あ、すごく美味しい。ダメだね、すごく美味しいしかやってないと食レポになんないね。すごく美味しい。はい、あのちょっとね、今あのキャラメルコーヒーもあったんで、キャラメルコーヒーも混ぜようかなと思ったんだけど、なんかそれは味が崩れそうな気がしたんで混ぜませんでした。でこのね、あの時々こう甘いっていう人がいるんですよね。あの味が甘いっていう人がいらっしゃるんですが、そういう場合は水の量をね少し増やすっていうのがまず一つ目の、方法です。そして、もしくはビールジェンド無添加ね、ビールジェンド無添加を、例えば他の味をに、こういうフレーバーのやつをね2杯入れて、無添加半分入れて、無添加と味付きのものを半々にするっていう方法もあります。
ね、なんかいろんな方法あるんですけれども、まあ、大体水分量を増やして薄めてもらって味を甘みを消してもらうか、もしくはこういったものにですね、Bレジェンド無添加を混ぜていただければ味は薄まります。はい、そして無添加は、通常のこの製品よりもね、これらのフレーバーの製品よりも、タンパク質の含有率が高いですから、その分タンパク質もしっかり取れます、ね、ということで、いろんな方法を試してですね、ぜひ皆さんの最高のレシピを作ってみてください。ということで今回は B レジェンドプロテインベリベリベリーと南国パインとそんなバナナを混ぜてトロピカルミックスを作ってみました。ということでまたお会いしましょう。さよなら。